医学教育は、医師養成に関わる、様々な教育関連の内容を包括しており、医学部、以下大学入学試験から、医師の生涯教育までの全体を指す用語である。付与される学位には、バチェラー・オブ・メディッシン、バチェラー・オブ・サージェリードクトル・オブ・メディッシンなどがある。免許制度は国により、様々で、追加で、医師免許国家試験を課す国もあれば、大学卒業と同時に、 自動的に医師免許を付与する国もある。日本における医師を要請する医学教育は大学医学部または医科大学で提供される教育課程のことである。医学教育課程の終了により医師国家試験の受験資格を得ることとなる。なお、日本においても学士編入制度により学部卒業者を迎える大学が出てきている。 この場合修行年数は4から5年となる。また最近の地方の医師不足を補うため、日本でも地域出身者を優先的に入学させる制度が検討されている。諸外国と異なり、日本の医学部の入学試験は、医学部専門の特別な試験があるわけではなく、他の学部と同様の学科試験を受けることになる。最近は、物理、科学を必修とする大学も出てきた。 入学試験は非常に難易度が高く相当の学力が必要とされる。面接試験は以前は行われない大学も存在したが全大学医学部で実施されることとなった。九州大学また日本の私立大学医学部では自治医科大学や産業医科大学を除き工学の学費が必要となることが多く、これを支払えるのは 比較的裕福な層に限られており、医師を志す者べてに門戸が開かれておらず、いわゆる金持ちでしか医師になれない現状があった。しかしながら、近年では、医師不足を背景に、卒業一定期間圏内で働くことを条件に、国公立医学部のほか、私立医学部の学生に対しても、一定の奨学金を対応する自治体が出てきたり、 優秀な人材を集めるために学費を大幅に値下げした私立大学も出てきた。医学部、私学部、獣医学部、薬学部は6年制の教育課程である。これは上記の学部が事実上専門職を養成する教育機関である状況や旧制大学からの伝統などに起因している。近年、カリキュラムが多様化してきており、ここでは 標準的な教育課程を紹介する。医師免許書医師国家試験は毎年2月に3日間かけて行われ、3月末に合格が発表される。マークシート方式で必修問題、一般問題、臨床問題からなり、近畿市もある。合格証明書とともに保健所に申請し厚生労働大臣より、医師免許が交付される。一般に、 初期臨床研修とも呼ばれている。一般に、この時期の医師を研修医とも呼ぶ。医師法によって、2004年4月より、臨床に携わる医師は、医師免許取得後、それぞれ大学病院等の研修指定病院にて、内科、外科、麻酔科、産婦人科、小児科、精神科、公衆衛生等という主要分野について2年間の臨床研修を受け、 医師として必要な基本的で最低限の技能を学ぶことが義務付けられている。臨床研修は、医師が医師としての人格を寛容し、将来専門とする分野に関わらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷または疾病に適切に対応できるよう、プライマリケアの基本的な診療能力を身につける。 ことのできるものでなければならない。厚生労働省医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第2条制度上において臨床に携わる医師とは医療保険による保険診療を行う医師のことで基礎医学、社会学系に進んでいく場合は特に必要とはならない。しかし臨床医学を早期に義務づけることで 基礎医学、社会医学への進路を選ぶものが減少している、傾向に拍車がかかる、懸念の声が、関係者からは出ている。現実的に、医学部の基礎医学系の教授、准教授、講師、助教等のスタッフの割合において、学士、MD 資格者が優位に減少してきている事実がある。PhD は、他学部出身でも、取得可能。 研修医の待遇は2004年4月から導入された森林省研修医制度で一定の収入が保障されるなど改善が図られたが、それ以前には様々な問題が存在した。森林省研修制度の導入後についても2007年5月14日には研修医の4割が過労死ラインを越す時間外労働を強いられていると報道され、 時間外手当を支給されているのは16.2%に過ぎず、宿直は月4回以上、当直明け後も勤務という研修医も7割を超えていた。日本医療労働組合連合会は、新研修制度になっても過酷な勤務は変わっていないとしている。2010年11月にも広崎市立病院で28歳の研修医が急性循環不全で過労死している。 一般に、後期臨床研修とも呼ばれている。臨床研修後は、自由に自分の専門としたい分野を選択し、大学病院や、各病院等で、専門領域について研修していく。大学院に進み学位取得を目指すことも多いが、近年では、各専門分野の学会認定専門医取得を目指す、ことがほとんどである。 2018年4月に新専門医制度が発足。これにより2年間の初期臨床研修を終了した研修医は19の基本領域の中から1つのプログラムを専攻し3年以上の養成期間を経て専門医資格を取得。その後、専門性を特化する場合には受講した基本領域に関連するサブスペシャリティ領域から専門医を取得するという 二段階制が採用されている。ありがとうございます。